鳴ってる。放っておけ。もういっつもそうなんだから。現在外出中、診療希望の方は連絡先、氏名および病状、支払い可能な金額の提示をどうぞ。後日当方より連絡いたします。疑うほどに信じる前に、その前に失うほどに求める前に、さよならを。このままずっと笑顔を見つめていたいだけさ。記憶という遥か悩みの向こうに、まだ今日はなく、待ち昨日には遠く、だけさ Just before the sunrise。 人に名前を尋ねられたら、旅人と、たったそれだけ答えてほしい、それだけを。行方も告げず別れの言葉も残さないで、どこかへ消えてしまっただけの人と。寂しくはない、知っているから、最後300万ドルとふっかけたら OK と返事が来た。気の進む患者ではなかったが、会うだけ会ってみようと私は思った。留守番をしてくれってあれほど頼んだのに。だってピノコ留守番好きくないんだもん。ようこそいらっしゃいました。私は秘書官兼このジェットヘリのパイロット、デビッド・ローゼンタールと申します。機はこれよりアバロン諸島ラコスキー島へ向かいます。会長は現在そこの別荘で療養中で、先生のご到着を首を長くして待っておられます。患者は世界有数の多国籍大企業
カロッサムの現職会長、それが金に焼かせての300万ドルの命乞いだ。世の中命の値段はいろいろだな。は、あ、何か。もうじきですよ。すごい。会長が16世紀のオプテオンの古城を買い取ってこの島へ移し替えたんです。まあ外観はそのままですが、中は近代設備の全てが揃っています。あなた大丈夫です。ここにおりましたよ。さあ落ち着いて、今汗を拭き取りますからね。申し上げます、ただいま先生がお着きになりました。アルテミスの泉へお通ししてすぐに参ります。すげえだろお嬢ちゃん。アルテミスの泉といってさ、ヘリオス皇帝の庭園にあった代物さ。うん、女心を揺さぶるわ。え、激しい愛がテーマだわ。お嬢ちゃん、あんたいくつ？18よ。会長の奥様です。デビット、あなたはもう下がって結構よ。は。先生、お久しゅうございます。さゆりでございます。お忘れでございますか、10年前。どうしても必要な場合を除いて、私は過去のカルテは思い出さないことにしている。再発でもしない限り、患者も医者のことなどを忘れてしまっていて結構。さあ、現在私を必要とする患者に合わせてくれ。主人のクロスワードです。あんたが300万ドルのはした金でのこのこやってきた無免許医か。ブラック・ジャックです。80人だ。世界的権威と言われる医者80人がわしの体を切り開き、血を抜き、ありとあらゆることをし、最後はしょんべんまで舐めたわ。だがサジを投げおった。病状をお聞きしたい。多い時で1日 4、5 回痛みが起こります。どこが？全身だ。脳天からつま先まで痛くて痛くて転げ回る。いつから？7年だ。7年前からわしは毎日虫けらのようにのたうっておる。うわあ、くあなた。何を飲ませた？水ですわ。水？ええ、水を飲むと痛みが治まるんです。ですからこの人、一日中水を飲んでいます。一日の量は？15リットル。普通のボトルで約30本分。異常な量だな。だがその割には肌に水気がない。出してしまうんです、全部。全身から飲んだ分だけ。
どこの大病院にも負けないだけの最新の医療設備が整っています。足りないのは優秀なお医者様だけ。どうあっても主人の命救いたいんです。大丈夫、うちの人天才だから。ここを開けてくれ。はい。で、どうなんだい、今度の医者は。旦那の命助けてもらえそうかい？助かるかもしれない。いえ、きっと助かるわ。おいおい、まさか本気でそう願ってるんじゃないだろうな。いい加減なところでくたばってもらわないと自由になれないぜ、あんた。遺産付きの自由をたっぷり味わいたいってこの間も言ってたばかりじゃないか。え、うん、ちょっとね、事情が変わってきたの。事情って？だからね、あなたとはもう終わり。おいおい、冗談じゃねえよ。おい、事情ってなんだよ。クロスワード・マナビス、70歳と2ヶ月、心拍数は70で血圧は130の80。みんな正常範囲内だ。呼吸も問題ない。俺はまずクロスワード氏を診療した医師たちが残した膨大な検査資料やカルテを入念に読み返した。どれも世界の一流といわれる医師たちが時間をかけ細心の注意を払って作成した立派なものだった。血液培養しても病原体は育っていない。 HIV 抗体検査陰性、プロテウス OXK による凝集反応陰性、クリプトコッカスも証明されない。結局全ての医師たちが到達した結論、クロスワード氏における激痛を伴う発作はその原因において不明。ただしその発作による心神衰弱の度合いは進展し、いずれは死に至るものと推測される。最初はな、この島を全部買い取るつもりだった。北欧一の石油基地を作るという事業計画を立てていたからな。だがやめにした。やめにしてこの岬だけを買って別荘を建てた。こんな話はまだ若いあんたにはわからんだろうが、ピーンときたんだ。どんよりした空、冷たい海、荒れる波、貧弱な草木、一年中吹きさぶ風、わしの死に場所としては最もふさわしいところだと思う。やりたいことは全てやったし、いつ死んでもよいとわしは思っておったからな。で、人生というのは面白いものだな。そうしたら間もなく1回目の発作が起きたのよ。まるで地獄からの迎えが来るようにな。当然痛みを止めるその水についても以前の医師たちの調査はなされていた。その含有成分は塩素イオン 7.0、 蒸発残留物77、遊離炭酸 5.9、 つまりどこにでもあるごく普通の飲料水であるという調査結果だ。その水は島の地下水脈より巨大なポンプによって汲み上げられ、クロスワード邸で生活用水として用いられているものである。行き詰まってんの？先生、先生、ブラックジャック先生、本当のことをおっしゃってください。主人は、クロスワードは。
原因もわからない患者の残りの命がわかるほど私は名医ではない。だがあと半年は持たせてあげたいと思っている。多分彼にとっては初めての子供だろうから。ご存知だったのですか。5ヶ月男か女かは判断できないが、それくらいは一目でわかる。先生おやすみ。私はまだこれから仕事がある。先生。一つだけ盲点があった。多くの医師たちのデータを何度も読み返して大きな死角があることに気づいた。80人だ。世界的権威と言われる医者80人がわしの体を切り開き、血を抜き、ありとあらゆることをし、だがサジを投げ負った。開胸生検3回、ラパコレ2回、回復手術が3回、進化テも2回実施している。医師たちはクロスワード氏が激痛を訴える箇所を何度も切開し調べている。だが結局は何も発見できず、そのまま閉じてしまっているのだ。問題はその手術が行われた状況だった。その全てがクロスワード氏の発作が収まり、体力的にも小康状態にある時に行われているのだ。つまり発作時に彼の体の中で実際には何が起こっているのかを見た者はいないということだ。バカ。痙攣を起こして暴れ回る患者にどうやってメスを入れるんだよ、ブラックジャック先生。ご気分はいかがですかぐらい言ったらどうだ。いくら気ぐらいの高いやつでも医者だったらそれくらいの言葉吐くぞ。そうか、無免許医は医者じゃないか。ブドウ糖ベースにアミノ酸製剤20と電解質とビタミン液、体力の消耗を防ぐために点滴は続行します。あれはさゆりはあんたとは知り合いだったそうだが、どういう関係だ。答える必要はないと思いますが。もっともさゆりが紹介するまでもなく、わしはあんたを呼んだと思うよ。我が社の調査でも名前は出てたからな。ブラックジャック、本名狭間九郎、悪名高い無免許医、ただし腕は超一流。
出すな。待て。貧しい連中でしてね。いえ、村の住人たちのことですよ。金目のものを狙っちゃこのお屋敷に入り込む。ほとほと手を焼いてましてね。ああどうぞ、メイソンです。たく、こんなわびしい老人趣味の眺めにはぴったりだ。話があったんですけどね。俺の方には別にない。チェ小鳥、うん、血いっぱい出してるの。私が見つけたの。こっちこっち、こっちに隠したの。隠した、うん、だって追われてたんだもん。ね、私のつけで見てあげてよ。大丈夫よ、この人お医者さんだから。ずいぶん犬に餌を提供したな。骨の近くまで肉を持ってかれてるぞ。我慢しろ、破傷風と狂犬病の予防だ。村に医者はいるのか？それなら戻ってすぐに診てもらえ。応急処置しかしていない。ありがとう。今度は気をつけるよ。今度？バカを言うな。次は首を噛み切られたって見てやらんぞ。だってここしかねえんだ、稼げる場所はさ。金たくさん作ってさ、父ちゃんのためにいい井戸を掘ってやりたいんだよ。井戸？キマイラに取り憑かれた父ちゃんが生きてる間によ、うん。キマイラ。おい、メイク！ダメダメ、無断で会長の車使用しないで。降りて、俺たちが会長に叱られるんだ。降りろ、早く降りる。山から降りるんだ。おお、待て待て。参ったな。いいのかよ、俺をこんなに粗末に扱って。あなたが秘書課の経費をごまかしていること、主人に報告してもいいのよ。今すぐ。赤ん坊の父親をごまかすよりかはいいんじゃないかな。料理長に聞いたよ。あんたこの頃好みのメニューがガラッと変わったそうじゃないか。召使いたちも見たってよ、あんたがしょっちゅうゲーゲーやってるの。つわりってやつだな、そりゃ。嬉しいね、俺の子ができたってわけだ。違うわ違う、この赤ちゃんクロスワードの子よ。女にはそういうことちゃんとわかるのよ。でもな、男にはそこんとこがわからねえ。俺が恐れながらと会長に申し出ればなあ、虫が良すぎるぜ。大威張りの遺産相続人をはらんだ途端、恋人と手を切りたがるってのはさ笑うなよ。俺がこうまで言うのはさ、心底お前に惚れちまってるからで笑うな笑うなって言ったろ。クロスワードの城とは全くの反対側、つまり南側の岬の近くに村はあった。あの犬に噛まれた少年のうちはすぐに見つけることができた。
さあ父ちゃん、早く飲んで、痛みが治まるから、ほらほら早く父ちゃん。キマイラ病についてお尋ねしたい。あなたは？あなたと同じ医者です。キマイラは150年前の大流行の後絶滅したと伝えられるこの島特有の風土病です。風土病？言い伝えによればキマイラの恐ろしさは長くて10年、早くても3年、死に至るその日まで毎日毎日激痛に苦しむことにある。水を飲めばその痛みを一時は和らげることができるが、飲めば飲むほど次の発作の痛みは増していく。兄です。発病して4年経ちました。最後の日、神に召されるその日は喜ばしい。心臓は燃え上がり、青き炎を天に向かって吹き上げる。150年間眠っていたキマイラが7年前から再び目を覚ましたのです。現在この島には12名の患者がいます。早く早く何とかしなければ。私たち兄弟はイギリスで医師の資格を取ってこの島へ帰ってきたんです。キマイラと戦うために。でも足も出ない。その上兄さんの命まで奪われようとしている。悔しいわ。シェル、キマイラで死んだもんはこうして弔ってやるのが島の決まりだ。それにしても不運だったな、井戸の水が枯れちまうなんて。いや、どうも井戸が枯れてんのはシェルの家だけじゃねえよ。だぜ、私んとこも水が少なくなって砂が混じるようになったよ。村の井戸の半分は濁り水が出るようになってるらしいぜ。そりゃ奴のせいだ。何もかも奴の仕業だ。奴がこの島のたった一つの地下水脈からどんどん水を汲み上げておるからだ。始まった。わしらの村への復讐がいよいよ始まった。誰なんだよ、じいさん。奴って一体誰のことだ。ひょっとしてあいつのことじゃねえのか。ほら、北の岬に城を建てて住み着いたやつ。そうだよ、城の中にはでっかい給水塔があって水をじゃんじゃん使ってるって噂がある。奴がなんで俺たちに復讐するんだよ。じい
生、ブラックジャック先生、奥様が大変でございます。バスルームで転倒されまして、その時にお腹を強く打たれたようで。先生、赤ちゃんは無事ですか？何とも言えん。ショックを受けて心音衰弱になっている。胎盤剥離による出血だ。これから子宮頸管放縮術を行う。胎児が助かる可能性は 20%、 母体が助かる可能性は 80%。 お願い、赤ちゃんはどうしても助けて。両方助けるつもりだよ。会長、何かご用とか？さゆりがな。はあ。少しはさゆりの気が紛れるかとお前を多めに見ていたんだがな。は？何のお話で？どうやらもうさゆりの方には気がないらしい。いつでもお前の好きな時に医者を辞めてよろしい。命までは取らん。二度も私を助けてくださった。二度も私の人生に深く関わってくださった。本当にどう感謝の気持ちを表現していいか分かりません。お願いです、先生。私生きていけません。このままじゃ私もうダメです。お願いです。生まれ変わりたい。幸せ私掴みたい。お金必死で作りました。きっと私綺麗になれたらもっと人に優しくできる。優しくされる。だから専門外だと言ってるだろう。断られたら私死にます。この場で死にます。断る。でも結局私の顔を美しく作り変えてくださった。おかげで私はクロスワードと出会い、見染められ結婚することができたんです。腹の子の命も助けてくれたそうだな。300万ドルに20万ばかり上乗せしよう。それでよろしいか？ご勝手に。先生に話がある。みんな下がれ。はあ。もう一週間もするとな、この島は雪に覆われ、やがて流氷がやってくる。子供の頃にもわしはその流氷を見るのが好きだった。冬になるまでわしはこの島におった。この島で生まれ、この島で育った。やはりあなたの病気もキマイラでしたか。150年前に絶滅したとされる伝説の奇病だが、実は60年前、つまり私が10歳の時、キマイラは一度島で発生した。私の父が発病し、やがて母へ、そしてうち中の者が。だが流行は未然に防がれた。村の人々が団結し、私の家に火をかけたのだ。父も母も弟も妹もその時に命を落とし、私だけが助かった。私も発病をしかかっていたはずなのに、なぜか助かったんだよ。そして島を出て苦労をして、なんとか成功して、遅い結婚をして、さあこれからだぞという時に再発したのだ。
どうせ死ぬのならばとこの島に帰ってきた。大好きだったこの島にね。思い残すことといえば、生まれてくる子供の顔を見れないということぐらいかな。まだわかりませんよ。いや、今度の発作が最後だとわしにはわかるんだ。なぜ？今度の発作でわしは青い炎を吐く。そう感じるんだよ。わしの体がそう言っている。やっと楽になれるって。300万ドルはお返しする。待て、待ってくれ。わしがあんたに300万ドルを支払うのは決して命乞いのためじゃないんだ。最後の発作、わしが最後の発作を起こしたその時にあんたの手でわしのこの体を開いてほしいからだ。発作の最中にキマイラがわしの体の中でどうなっておるか見てほしい。優れたあんたのその目でしっかりとな。見たいと思ってるはずだぞ、あんたも。え、ブラックジャック先生。60年前の悲劇をまた繰り返す気か。やりすぎてはいかん。話し合うんだ。もともとは奴もこの島の人間だ。水を独り占めされて黙っちゃいられねえよ。それにキマイラが広がり始めたのも奴があの城に来てからだって言うじゃねえか。シェル、ダメよシェル、戻ってらっしゃい。シェル、ダメよシェル。どんなに悲しい目にあったって自分を見失っちゃダメ。ダメ。フレディだって頑張ったのよ。今朝方まで、力尽きるまで。今年は7日も早い。奥様。主人は？は？いえ、あの人も雪が好きだから。旦那様は奥様と入れ替わりで手術室にお入りになるそうです。そう、ブラックジャック先生が執刀なさるのね。しまった。忘れ物？今日はまだあれにおはよう。戻りますか？いや、いい。わしがうろたえてはあんたのメスが鈍る。おはよう、さゆり。それがクロスワード氏の最後の言葉だ。16時15分、つまりクロスワード氏が手術室に入った直後、最後の発作が始まった。うわあ！16時40分、全身麻酔を試みるが痙攣は収まらず効果なしと判断。同52分、出頭を決意する。メス
デビッド、早くクローゼットに隠れて。俺会社辞める。全く自信がなかった。激しく痙攣を起こしているクランケにメスを入れた経験はもちろんなかったからだ。だが彼は言っていた。言葉にならない声で、目で、全身で私に伝えようとしていた。やれ、やってくれ、ブラックジャックと。そして多分私の手はその声に自然に反応したのだと。誰も憎んでいなかった。キマイラだけを憎んでいた。キマイラ病の本当の絶滅のために自分の死が役に立つはずだとこの人は信じていた。道を開けろ。奥さんが待っている。この映像をご覧ください。これは伝説の奇病といわれるキマイラのウイルスを発見した時の映像です。これがそのウイルス。この新種のウイルスは胸部大動脈の壁の外装と内装の間で発見されました。このウイルスの特徴は発作時以外は活動を停止しており、しかも血管層の間という想定しにくい場所にあったことから今まで発見されなかったと推察されます。ではここでキマイラ病の研究をなさっているラコスキー島のミネアロスさんにお聞きしてみます。ミネアさん、このキマイラは発作を起こした時に水を大量に飲むとその苦痛が和らぐそうですが、それはどうしてなのですか？はい、その謎はウイルスの発見によって初めて解明されたわけですが、このウイルスは一定の血液浸透圧に差が生じた時その活動を開始するということが分かったのです。つまり水を大量に飲んで血液浸透圧を一定の値に戻してやるとその活動を停止し痛みが収まるということなのです。血液浸透圧ですね。なるほど。ではその感染経路といいますか、その辺のことは？実はまだ何も分かっておりません。その点ではキマイラはまだ依然として伝説の奇病なのです。これからも懸命な努力をする決意を新たにしております。ところで先ほどの映像についてなのですが、これは明らかに発作中の映像ですよね？はい、そうです。ということは発作中の激しい痙攣の中で手術を行ったということになるのですが。ええ、そんなことって可能なんでしょうか？多分どんな一流の外科医でも不可能な手術でしょう。しかしその不可能を可能にした人を私はこの目で確かに見たのです。
けらも見せず、ガラスの城壁がずっと並んでるだけ。I'm a